はい、それではブラインドマン編の別のエンディングとかね、別のルートを見ていきたいと思います。行くぞー。叱りつける。いい加減にしてください。静かに、だが強い意志を持って彼の言葉を押さえつけた。これ以上彼の言葉遊びに付き合ってられない。ふう、賢者タイム。そうか、いいだろう。ここの主導権は私じゃなくて君だからな。素直に従う素振りを見せているにもかかわらず、私は彼から妙なプレッシャーを感じる。その余裕を見せる態度に触発されたのか、ある直感が私を縛りつける。彼への警戒を解くな、と。まずは事件の資料をお見せします。私は事前に準備していた資料を格子越しに差し入れた。ライアーザーとセグモントの本心を探れであえて失敗していきたいと思います。毒牙にかかった。あなたの毒牙にかかった被害者ならば、いとも簡単に騙せるのかもしれない。しかし警察を舐めたらどうなるか教えてあげる。まるで私はペテンシ扱いか。やれやれ。彼は深いため息をついて失望した視線を私に投げつけた。今の返し方は失敗したのか。次から返答の仕方を変えた方がいいのかもしれない。さっき私は言っただろう。早くしないと死体が増えるぞって。ここで君のヒステリーに付き合う暇はない。失望した。もういいって言ってるでしょ。あなたには失望したわ。無知は怖いな。多くの資産に富んだ言葉すら飲み込もうとしないのだから。しまった。彼に呆れられた。聞いた反応を示して彼からより多くの証言を得ようとしたのが逆効果のようだ。さてどうするんだ。私の話を聞くのか、それともこのまま東京に戻すのか。私に選択権はない。さっさと決めてくれ。無言。黙るな。沈黙行が有効策だとは思えないがな。はっきり教えよう。それはただの愚行だとね。さあ早くしないとブラインドマンが襲ってくるぞ。しまった。答えるタイミングを失ってしまった。彼も苛立ちを見せている。沈黙するくらいなら何でも答えた方がいいみたいだ。苛立ちとかあるんだ。そのブラインドマンに執着する理由は何？君には関係のない話だ。ごく個人的な話だよ。無言。さすがにそういうのは興味がないか。しまった。彼を落胆させてしまった。いくら高等無形な言葉を発していたとしても、やはり貴重な協力者には変わりない。もう少し慎重にかつ機敏に反応した方が良さそうだ。いい。あなたの口からきちんと聞かせて。あなたは何を望むのかしら。素直に私の言葉に耳を傾けてほしい。これ以上君たちの不手際で死体を増やしたくないならな。しつこい。ねえ、死体を増やしたくないってどういうこと？いい加減しつこいって思わないの？わかった。もういい。君には失望を禁じ得ないよ。違う、そういう意味じゃないの。言葉が過ぎたわ。だから。わかってるよ。こっちも冗談の言葉が過ぎた。だがくれぐれも認識してほしい。漂着した状況を打破する鍵は私かもしれないってね。私の謝罪に対してすぐさま態度を軟化してくれたのはラッキーだった。
犯罪者に対して下手に出るのはあまり得策ではない。だがそれでも彼の扱いは慎重にした方が良さそうだ。まあ下がるんですけどね。オーケー、そこまでだ。お互いこれ以上の時間の浪費は無用だろう。どういう意味なのよ。まあ所詮は片田舎の小娘だな。もっと期待していたんだがな。ちょっと待って、それどういう意味。正直君を過大評価していたようだ。君たちへの協力はなかったことにしてほしい。どういう意味だよおい。まあまあそこまでことを荒立てなくてもいいだろう。北条君も大人げないよ。少し落ち着いてね。黒田課長が間に入り、こじれた雰囲気の修正を試みる。確かに大人げなかったかもしれない。私は深呼吸して高ぶった気持ちを落ち着かせた。確かに私の物言いも悪かったわ。でもあなたの気分次第で今はどうにかなる状況だと思ってるの。彼は私を見ようとはしない。押し黙ったまま壁の一点を見つめている。私の言うことなどまるで興味がなさそうだ。あのね、関本総二郎さん、よく聞いて。北条君、落ち着いて。君は確かに正論を言っている。だが時には譲歩しないと物事は進展しないよ。口を挟まれたおかげで一瞬口をつぐんだ。そして私が次に発した言葉は、答えなさい答えなさい。だが関本は一向に返事をしない。どんなに詰め寄っても視線すら合わせようとはしなかった。おい、もしかしてこいつまた黙秘を始めたんじゃないのか。風森さんのそのつぶやきにだけかすかに反応して鼻で笑った。彼の反応はそれが最後。それからどうアプローチしても決して口を開くことはなかった。拷問すればよいのではゲームオーバー。全国であなたは13163番目に関本を沈黙させたプレイヤーです。多いな。私の負けよ。分かったわ、私の負けよ。それでいいんだよお嬢さん。まるで素人を相手にするような物言いに私の腹の中は瞬間的に沸騰しかけた。その必要はない。いや、その必要はない。彼に話を持っていくのはやめない？え、どうして？だって、絶対にミスズと相性が合いそうにないんだもの。会う前から決めつけないでよ。私だって社交性くらいを持っているって。ミスズの言葉に素直にうなずけない。関本は都市伝説やオカルトを振りかざす変人だ。対してミスズは現場の地面に這いつくばって毛先すらない細かい遺留品から物質分析にかけてそのデータ検出に命を懸ける偏屈者。オカルトの申し子の関本総二郎と科学の申し子の立花美鈴、その二人を合わせたらろくでもないことになるのは火を見るより明らかだ。すでに会う気になっている美鈴には大変申し訳ないが、あとは私たちでやるからと何度も頭を下げた。彼に興味はある？彼に興味でもあるの？え、どういう意味？いや、最近のミスズには浮いた話がないから。ミスズは確かここしばらく彼氏はいなかったはずだ。彼女は決して口にはしないが、最後の彼氏と別れて以降少し神経質になっている気がする。あのね、さっきいくら私でも殺人犯を彼氏候補にしたいほど困っているわけじゃないよ。そりゃ確かに非番の日は時間を持て余しているのは事実だけどさ。
お、そうなの？じゃあ俺がみすずちゃんの彼氏候補に立候補しちゃおうかね。遠慮しておきます。にべもなく断られ、風森さんは帰省をそがれた。とにかくみすずも彼にそんなに興味がないのだったら、わざわざ会いに行かなくてもいいだろう。復讐をするでしょう。仮に私が同じ目にあったとしたら、復讐をするでしょう。おい北条、仮にも刑事がそんなことを口にするんじゃない。すいません、言い過ぎなのは自覚しています。ですが個人的にはそう思わざるを得ません。分かってくれてありがとうございます。だからこそもう少しお伺いしてもいいですか。水瀬はるかが隠し持っていた心情の一端に触れて分かったことがある。それは彼女が田村さんを殺害するに値する動機を有していると。騒ぐ。あーもう、二人に飲み込まれてパニックになった私は発作的な行動をとってしまった。なんだどうした。大慌てで駆けつける署員たち、おのおのが消火器にバケツなどを持って聴取室に詰め寄る。彼らを待ち構えていたのは、つかみ合いをしている二人のいい大人たちだった。火事はどこだ。え、いやそのてめえ北条どこ行った。私はほとぼりが冷めるまでトイレに隠れることにした。だがそんなことで事態がどうにかなるわけではなく、ほどなく見つかった私は風森さんにこってり絞られてしまうのだった。ライアーズアート。私の質問に、まず私の質問に答えてくれたら、あなたへの協力を考えても構いませんが。いやだな、そうやって主導権を握ろうとしているんでしょ。しまった、見抜かれていたか。この記者はなかなか頭が切れそうだ。返答はもっと慎重にならないと面倒なことになりそうだ。そうですか。しかしあなたには驚かされます。私たちは組織を挙げて情報を追っているのに、あなたはたった一人で奮闘されている。そいつはどうも。これも商売ですから。捜査妨害。なるほど、そうですか。でもそれは私たちにとって捜査妨害になりかねません。ちょっとそいつは勘弁してくださいよ。国民の知る権利を犯すつもりですか。ここで憲法を持ち出すのはずるいですよ。ははは、何言ってるんですか。知る権利は憲法にはないですよ。え、嘘？そうだったっけ。自分の知識に自信が持てなくなってきた。彼は私の失態にもさも嬉しそうな表情を浮かべている。まずい、このままでは彼のペースに巻き込まれそうだ。あなたにもそれなりのリスクを背負っているようなんですね。ならばその情報源について聴取室でも伺って。あれあれ、そんなことをしていいんですか。それこそ公権力に関する報道の自由の侵害では。とことんお話を。あなたも本気で取り組んでいるんですね。だったら私も是が非でも聞きたくなりました。とことんお話を聞かせてもらいますからね。でもこれは任意聴取でしょ。私にも拒否権があるんですよ。別件でホニャララ知ってます。
そんなことをしたら私も紙面を使ってほにゃららしますよ。それからしばらく私たちは隠語を駆使して駆け引きを続けた。隠語とは言っても互いにほにゃららと言い合っていただけだ。何やってんすか。何なのこの不毛な応酬は。ああもうしつこいな。褒め言葉として受け止めておきますよ。そうです、私しつこいんです。だからさっさと喋っちまってくださいよ。上司を呼ぶ。仕方がないですね。少し待っててください。今から上司を呼んできます。黒田課長ですよね。あの人なんか怖くないですよ。最近ちゃんと仕事してます？あの人。黒田課長のことをご存知なんですか？多少ですけど、昔の話ですけどね。あなたと違ってあの人は柔軟だったな。持ちつ持たれつの意味をよくわかっている。その思わせぶりな言葉から黒田課長を引き出すのは得策ではないと察した。彼は警察組織にそれなりのコネクションを持っているようだ。下手を打てば責任を私に押し付けるのはお手の物だろう。話が堂々巡りをしています。諦めてください。信頼関係がないのに喋れるわけがないでしょう。なるほど、信頼関係ならば今晩一杯行きません？飲みニケーションってやつです。無言。いやだなあ、黙っちゃって変な意味に捉えないでくださいよ。ただの居酒屋飲みですって。別にそんな意味ではないんだが、ただ言葉に窮していたのは事実だ。わかりました、もういいです。迷惑をかけました。これで退散しますよ。諦めてくれたんですね。こっちも助かります。よくわかりましたから。あんたという人がね。それは一体どういう意味ですか？すると綱沼さんは鼻を鳴らして北斗縁だ。完全に私を見下している表情だ。組織のはみ出し部署に所属している現状に満足せず、かといって組織の意向に自我を殺すことに甘んじている。盲目的に主人を恐れて命令を守る打鍵のような方だとね。のそれじゃどうも失礼しましたよ。なんなのあいつは。私は苛立たしい気持ちで彼の後ろ姿を見送った。結局私はもう二度と彼と会うことはなかった。そう、直接には。それから数日後のことだ。私たちは一向に進展しない状況に焦っていた。関本に何度となく事情聴取を繰り返し、有用な情報を引き出そうと苦心していた。だが関本の発言はことごとく抽象的で、事件に関して具体的な話は一切なかった。そんなある日の朝のことだった。北条君、風森君、一体君たちは何をしでかしたんだね。お、かわいい。急。黒田課長が怒号とともに机の上に投げつけたのは中年男性向けの週刊誌だった。週刊サラリー、これがどうかしたのか。どうもこうもないよ。どうして留置所の彼のことがすっぱ抜かれているんだよ。伏せやろ。私たちが記事に目を通すと、確かに関本のことが記事になっている。政府の陰謀を暴く、殺人犯 S を極秘出獄させた無能警察の思惑、殺人犯にあてがった美人刑事の正体、一応美人は美人なんだ、極秘部署の存在をすっぱ抜く、警察組織の腐敗はここまで来た
凶悪殺人犯に捜査協力を依頼した S 県警の体たらくを大公開。これってもしかして関本のことなの？関本の具体的な名前はない。イニシャルで記載されているだけだ。事件内容も可能な限りぼかしてある。その内容は憶測と古代妄想で装飾されていると言ってもいい。しかし、おいおい、関係者が見れば一発で何のことかわかるぞ。これ今朝署長から事情を厳しく正された。まさか君たちはこの記事に関与していないよね？当たり前だろ。こんな三本週刊誌に情報を渡す理由はないだろ。北条くんはガクガクガクブル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 ガクガク。私は思い出した。数日前、津田沼陽一と名乗る男に取引を持ちかけられたことに。はっとして黒田課長を見たとき、その表情だけで何かを察したようだ。北条君、これから県警本部に行ってもらうことになる。そこで内部調査に協力してもらうよ。いいね？私は何も知りません。確かに記者には食い下がられましたが、何も話してはいません。もはや事態は君だけの問題じゃない。釈明は私にじゃなく本部でしたまえ。もはやこれ以上の言い訳ができる雰囲気ではない。本部での調査次第ではもう二度と私は警察官としての職務を全うできないだろう。私は愕然として全身の力が抜けてしまった。ゲームオーバー。全国であなたは14112番目に秘匿情報をすっぱ抜かれた責任者です。それはもう秘匿情報ではないのでは？取引に乗る。ここは取引に乗っておこう。彼の言う通り、情報の質が悪ければそのまま切り捨ててしまえばいいのだから。わかりました。あなたの提案に応じま。あれ、北条、何こんなところで油を売っているんだよ。風森さん。なんで大げさに驚いてんだ？あ、誰だお前。風森さんはいぶかしげに津田沼さんを見つめる。津田沼さんはぎょっとしつつも愛想笑いを浮かべた。誰だって聞いてんだよ。小さいおっさんか？いや文書では見ない顔だな。よし北条、しょっぴけ。ちょっと待ってくださいってば。風森さんは私と違ってこの男の対処をいとも簡単にやってのけてくれる。思わず口を押さえた。モニターに映る人物の様子が妙な生理的嫌悪感を催させる。気味の悪さに胃が不意に収縮してお腹の中のものを全て戻そうとする。それを防ごうと必死で口を塞ぐしかできない。おい北条、何ちんたらやってんだよ。現場に行くぞ。さっさと来い。ほい。風森さんに首根っこをつかまれる形で車両に押し込まれた。急発進して揺れる車内で余計気持ちが悪くなる。搭載されている無線からはモニター監視をしている署員によるリアルタイム情報がひっきりなしだった。殺し方がずさん。今回は殺し方がずさんじゃないでしょうか。第一の被害者田村さんの時とはどうも違うように感じるんです。え、そうなの？私はそこに気づかなかったな。具体的に説明してよ。
正直自分だってふと頭の中にひらめいたものに過ぎない。だがどうしても引っかかるので説明せずにはいられない。はい、最初に田村幸太郎の遺体が発見された現場は C 村を縦断する沢でした。人目を避けた沢に遺体を遺棄している。犯人が発見を少しでも遅らせようとしているのは想像に難くありません。でも今回はどうですか。死後それなりに時間がありましたが、何かの拍子で訪問される恐れは十分にあった。それに今回の発見者は犯人にとって一番見つかってほしくない警察関係者です。あ、そうか。田村さんの時は発覚の隠蔽に不審した痕跡が随所にあるのに、今回は発見されるのを前提にしていると言ってもいい。だから私はずさんだと言ったんです。なるほどな。これは明らかに違うな。だからといって具体的な物証があったわけでもないので、直接どうこうというわけではないのですが、ただ明らかに言えるのは犯人は見られたがっている。誇示したい、世間にアピールしたい、その符号はまるで都市伝説そのものが拡散を望んでいるかのようです。都市伝説の第一の存在意義は拡散と伝播だ。いくら完成度が高いストーリーだとしても、それを知ってもらわなければ意味がない。ブラインドマンは自分の存在を知ってもらいたがっている。そのために強烈なアピールを開始した。全裸じゃない、全裸じゃない。え、何？全裸？そりゃ今回は素裸じゃないよな。田村さんの殺害に関して犯人はとても用意周到に準備をしていたと思うんです。でもそれが殺害方法のインパクトによって巧妙に隠されている。どういうことなの？もっと分かりやすく説明してよ。ええ、つまり私は居住まいを正してみんなの前に立った。田村幸太郎さんの殺害現場を思い出してください。被害者を裸にして遺留品から身元特定を避けようとしていました。確かに。だからこそ私たち鑑識はとても苦労したわ。そうよね。でも今回は違う。発見後、翌日には身元が割れている。発見場所も村内で、被害者もこの村のもの。身元を特定する取っかかりの量は比較になりません。確かにそうだな。でもあれは、でもそれはあれじゃないのか。犯人は焦っていたとか。だったら犯人は前回並みの用意周到な手段を使うはずです。つまり発覚後、少しでも捜査を妨害する手をね。言葉にすると、違和感の正体がだんだんはっきりしてくる。犯行方法の鮮烈さだけが共通して、他の点が食い違うのだ。いや、犯人、ブラインドマンの犯行後の行動ポリシーにちぐはぐさを感じてしまってしょうがない。ですから一連の事件は別々の犯人の可能性が考えられます。少し極論気味なのですが、ただ検証と試作の限界はここまでだ。具体的な証拠に基づいたものではない。悔しいのは、この気づきが即座にブラインドマンの正体に肉薄できないということだ。ライアーザード。無言。おやおや、ネットが怖くて黙っちゃった？大五の権力にはかないませんか？言葉を選ぶのに時間がかかっていたら、彼のどうでもいい発言が私の耳を汚す。彼に対しては押して押して押しまくった方が良さそうだ。ヘリクツとバリ雑言ばかりでうんざり。これ以上脳書きを垂れるなら、こっちにも考えがあります。お、脅迫か。やったね。悪いけど録音させてもらったぜ。これでお前は罪だな。無言。うぷぷぷぷぷぷ。言葉も出ないってことは自分のヤバさに気づいたのか。さて、どうしようかね。
沈黙を持ってプレッシャーを与える手法は彼には伝わらない。反応がないのを都合のいいように受け取っているようだ。最強じゃん。だったらば次は積極的に仕掛けてみるべきだろう。いい、金谷ひろむさん、特別に選ばせてあげる。ここか文書か、どっちで話を聞かせてくれるの？なんで勝手に俺が協力するって前提なんだよ。無言。おい、なんで黙ってるんだよ。だからなんで俺の協力が前提なのか言ってみろ。ほら早く。言葉を選んでいて孫ついていると即座に彼につけ込まれる。これ以上増長させてはダメだ。なあ刑事さん、俺がなんかしたのかよ。俺は別に悪いことしてないだろう。無言。なんで黙るんだよ。さっさと答えろよ。これは任意なんだろ。だったら拒否してもいいんだろ。さっさと帰ってくれよ。沈黙は彼にとって有効だではなさそうだ。かといって慎重に言葉を選ばないと思い通りの返答は得られなさそうだが、はあ、分かった。もういい。また来ます。お時間を取らせてすみません。ファン、そうか、分かりゃいいんだよ、分かりゃ。次はゲロまみれ。これは前にやりましたね。ただし次は同じように行くとは限りませんからね。私らの聞き込みにゲロってゲロってゲロまみれにしますから。なんだよそれ。善良な一般人に何をさせようって言うんだよ。善良な一般人？それは冗談のつもり？働いてないのに？ぐさっとくるからそこは指摘しないでくれよ。無職であることは彼のコンプレックスのようで、珍しくがっかりした態度を見せてくれた。無職がそんなにダメかよ。いえ、もういいんです。今日のところは引き上げます。ちょ待てよ。無言。ちょっと黙らないでくれよ。そんな目で見られたって困るんだからな。正直今は出直すだけだ。もう彼はどうでもいい。そんな私の思いが彼の返答を無視した形になってしまったようだ。もうどうでもいいです。とにかくお邪魔しました。絶対に今日のこととあなたのことは忘れませんから。おうおう、そうか。ならこっちも考えがあるからな。明日から外を歩くときは気をつけろよ。はい、脅迫罪。ほう、何かあるんですか？そいつは楽しみです。そんな軽口を叩いていられるのも今のうちだ。俺が声をかければすぐに炎上して、お前の個人情報が永遠にネットに漂うことになるからな。そうすればお前をクビにしろって全国からの電話が鳴りっぱなし。文書も仕事どころじゃなくなる。それもこれも全部俺に噛みついたせいでな。なるほど、才ですか。それは困りましたね。私は実に怖くなさそうに、まるでセリフを棒読みするかのように言った。このままだと生命の危機を感じます。ですよね、風森さん。おう、そうだな。実に困った事態になるな。バカにしてんのか？俺には不可能だと高をくくっているだろう。これでも俺はアルファブロガーなんだからな。まあ怖い。彼は本気です。なので、風森さん、このままいいすか？え？いいって何が？ダメだこの人。私が状況証拠を積み上げようと杓子定規なセリフを使っていたことにすら気づいていない。彼は公然と私に害悪の予告をして脅迫を行いました。証拠は彼が録音している機器にあります。だからこのまま脅迫の現行犯逮捕ですよ。相手の武器を使うとは。ほえ。私は腰から手錠を取り出した。
おい、うせえやろ。冗談だよな。な。冗談で済むなら警察はいらないって聞いたことがありません？ちょっと待てってば。わかった、わかったってば。くそ、汚い手を使いやがって。彼は携帯を取り出して素早く指を走らせた。何やってんだよ。行くぞい。うい、上心。風森さんにトレを抑えられる中、彼は携帯の操作を完了させたようだ。もうお前はおしまいだ。ざまみろ。うるせえ、黙れ、このネット弁慶が。それも確かな証拠としますから、さあ署まで行きましょう。結局彼は私への脅迫容疑の名目で現行犯逮捕され、署にてみっちり事情聴取を受けた。形式上私は被害者なので事情聴取に立ち会うことができない。そのため特らかなオフィスで一人留守番をしていた。終わった。はい、徳高です。あの、お宅の署で不当逮捕をしたって本当ですか？はい。意味がわからないんですが。とぼけないでくださいよ。今お宅らのことで大騒ぎしているんですよ。おっしゃっている意味がわかりません。どういうことか詳しく教えてください。ちっ、バーカ。何なの一体。いた。ミスズ、どうしたの？さっき、あなたたち一体何をしたの？言っている意味がわからないんだけど。ちょっと来て。ミスズは強引に私を1階に連れて行った。うわ。1階に上がると備え付けられている電話が全て鳴っていた。慌ただしく応対に走る署員たち。署の機能が完全に麻痺をしているのは一目瞭然だ。すべてあなたたち、とくらかに抗議の電話よ。不当逮捕されたってブログを見た。警察の横暴を許さないって。不当逮捕って。その時私ははっと思い出した。金谷さんだ。彼は風森さんに抑え込まれる直前に携帯を操作していた。電話はここだけじゃなくて県警本部と警察庁にも相当な数が殺到しているみたいよ。きっとこの騒動も翌朝には収まるはずだ。ネット発端の騒動なんてその程度のものだと私は高をくくっていた。事実、事態は私の予想通り深夜になれば収まった。だがその代わり、私は常に監視される立場になってしまった。その後、祭りに参加したユーザーは検索サイトを駆使して真相を探ろうと躍起になった。いわゆる人肉操作と言われるものだ。同時に義憤に駆られ、行動力があるネットユーザーが C 村にやってきては、次々と顛末を明らかにしていく。私が金谷さんを別件逮捕したことは、あっけなくネットに暴露された。それは標的が私一人に絞られたことを意味していた。私に対して必要なネットバッシングが繰り返された。私の動向は毎日隠し撮りされ、絶えずネットにアップされる。すでに個人情報は全て暴露された。誰かが偽名で私の戸籍を不正取得してネット上で公開もされた。戸籍から得られた情報をもとに私の全てが次々に明らかにされた。私の個人の携帯番号も漏洩した。留守電とメールには罵詈雑言が渦巻いている。いや、警察何やってるんだろう。何もしてないのかって。ある時、この状況に困窮しきった私は金谷さんに頭を下げて投稿を削除してもらった。しかし警察が圧力をかけて投稿を削除させたとして、ユーザーは今まで以上の猛烈なバッシングを展開させた。もはや情報は膨大に拡散していたため無意味だったのだ。そして今、私は徳高よりもはるかに仕事が少ない官職に追いやられた。あれからもう数年経つのに、C 村には未だに抗議の電話が来るのだそうだ。だがもはや私にできることはない。
あの炎上が再燃しないようにひっそりとする以外には。窓際やな。ゲームオーバー。全国であなたは11197番目にネットの恐ろしさを知った被害者です。いや、警察の方が怖いでしょ。